皆さん、夜も更けてまいりました。はい、ホワイトベースの二宮ですよ。次はですね、まあ次はって言ってもこの動画から見てもらってる人もいらっしゃると思うんですけども、私ホワイトベースの二宮と言います。ちっちゃい中古のバイク店を経営しておりますけれども、皆様のお役に立てる動画が何かないかと思ってですね、お客さんのバイクで、動画を撮らせていただいております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあタンクの外し方ですね。シートはもうすでに外れてます。でシートの外し方についてはですね、ベッドの動画、シートの外し方をご覧ください。で、タンクの外し方、タンクはですねボルト1本で止まってます。はい、見てください。3つ見えますけどもこれだけです。これがタンクを止めているボルトですね。はい、でスパナ何でもいいです。でも何でもいいけどクローズドのスパナを使ってください。こういうカニみたいなオープンのやつだと舐めるケースもありますし、精度が良くないとやっぱ舐めちゃいますので、はい、でクローズドの12ミリですね。12ミリを外に緩める方向に回してやる。もうこれだけ、今回回ればですね、あと手で回ります。はい、そうするとこういう短いボルトが入ってますので、それとですねこのカラーですね、これなくさないようにしてください。これなくすとですね、このボルトつけただけだとスコッと抜けちゃうん でこれをまあこのようにセットにしておいて、でまあどっかに置いとくかですね、まあ、ポケットにでも入れてですね、でこれを浮かせればタンクが取れるんですけど、もう待ってください。タンクというのは何のためのものでしょう。そう、ガソリンを入れるためのものです。ということは車体に対してガソリンのホースがつながってます。どこにつながってるでしょう。こちら側来てください。はい、もちろんここにつながってますね。でこれフュエルコックというものです。気をつけてほしいんですけども、 SR のフュエルコックのポジションは RESONPRI と3種類あります。はい、これですね、オンはもちろんフュエルが出ますよと。 RS はリザーブ、予備タンクですね。でじゃあ PRI は何か。プライマリー、常にガソリンが出る、ここから常にガソリンが出るというものです。でこれ負圧式といいまして、エンジンがかかっている時だけガソリンが出るようになっているんですけども、 PRI に関してはエンジンかかってなくてもガソリン出ますよと。これは整備とかで使うものなので、基本的にホース外すときは PRI にしないでください。ホース外すときに PRI のままだとガソリンがドバドバ漏れます。はい、オンかリザーブですね、その状態だったら別に外してもガソリンは漏れないです。でこうやってこの辺のクリップを取ってやってホースを抜くと多少ポタポタきます。はい、多少です。でもそれは軍手で受けちゃえば OK。 はい、で裏にですね、このフュエルコックの裏に負圧のホースがあります。これも引き抜きます。はい、2本抜けました。ノーマルの場合だと負圧、こちらが負圧ホースですね。でフュエルホースと2本刺さってます。これでタンクを外す準備は完了です。はい、じゃあもう一度立ち上がりますよ。じゃあこの状態で先ほど外したこのボルトのところを持ち上げると。はい、持ち上げます。そうすると抜けますね。ここは抜けます。はい、ここ抜けました。はい、抜けましたね。この状態でタンクのこの辺り、まあ、どこでもいいです。ここでもここでもどこでもいいんですけど、できれば真ん中ら辺をこう、ここ手入りますね、真ん中しっかり持って、こう浮かして後ろ側に引っ張ります。そうすると抜けます。はい、でハンドルガクンってきてもびっくりして、なんか慌てないでください。ストッパーがありますので、ハンドル途中で止まりますから、タンクに当たることはないです。でこうやって引っ張って下ろすと、はい、タンクが取れまして、SR がこのようにですね、フレームが露出いたしました。ここフレームですけど、この中オイル入ってるんですよ。はい、というわけで SR のタンクの外し方でした。まあ、いろんな整備を自分でやるにあたってですね、タンクの着脱、外装、サイドカバーを取るとかですね、そういったことは全てのスタートラインになると思いますので、まあ、この状態にしてこう拭くだけでもですね、なんか整備した気分になります。はい、まあ、こういうふうにしてある状態で見るとですね、ホースとかいろんなプラグコードとか見えます。でそういうものはよく見ると自分でもできそうだなっていう形にしてますので、これを機会にですね、タンクを外して、挑戦してみるというのもありかなと。で、忘れないように先ほど外したこちらのボルトとワッシャーですね、これは元ついてたところにこうつけてやって、はい、こうすればなくさないです。はい、そんなわけで、SR のエンジンのエンジンじゃないエンジンだけで、タンクの外し方でした。お役に立てればと思います。ありがとうございます。